車内での携帯電話のご使用につきましてはいつもご協力をいただいておりますが、この列車の車内でも携帯電話ご使用の際はデッキへ出られましてお話をください。また着信音操作音につきましてもマナーモードとご利用いただき、静かな車内でご旅行できますよう周りのお客様へのご配慮を合わせてお願いいたします。ワゴンサービスによります車内販売の営業がございます。お客様のお席までアテンダントをお伺いいたしますのでどうぞご利用ください。これから停車いたします駅到着時刻ご案内いたします。次の八王子には16時34分に到着いたします。八王子を出ますと大月に17時4分円山に17時26分甲府17時39分小淵沢18時5分富士見18時13分知能18時28分上諏訪18時38分下諏訪18時42分岡谷18時46分塩尻18時57分終点松本到着19時10分終点松本には7時10分に到着いたします。お乗り換えにつきましては到着駅近くなりましてその都度ご案内をさせていただきます。JR 東日本から中央線の線路切り替え工事についてお客様にご案内をいたします。今月27日土曜日の16時頃から翌28日日曜日の7時頃まで三鷹国分寺立川間におきまして中央線の線路切り替え工事を行います。当日は新宿を16時ちょうど、また松本を13時56分に発車する特急列車から立川八王子止まりの運転となります。また大体バスと運転をいたしますが大変な混雑が予想されます。京王線等の私鉄へご利用をお願いいたします。また当日は大変な混雑予想されますのでご旅行はお控えいただきますよう合わせてお客様のご理解ご協力お願いいたします。工事時間内お客様に大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力お願いいたします。中央線では、三鷹国分時間におきまして、9月27日、16時頃から28日の7時頃まで線路の切り替え工事を実施いたします。お客様に線路切り替え工事のご案内をいたしました。早速でございますが乗車券特急券拝見させていただいておりますのでご協力をお願いいたします。あずさ199号ご利用くださいましてありがとうございます。この列車ご案内いたします車掌松本運輸区の竹内と丸山が終点までご案内をさせていただきます。